将来のことを考えよう。非常に将来の見通しが、予想が難しい時代になった。退職したら年金だけで、働かずに年金だけで生活できると考えている人が多いかもしれない。あるいは貯金がかなりあるから年金だけで貯金を加えて生活できると考えている人は多いかもしれない。しかしそうした生活が実現できるかどうかはわからない。世の中予想と違って大きく変わる可能性がある。ある程度予想できるし、それ以上に変わるかもわからない。だから年金だけで生活できると考えている人は多いかもしれないが、そうした生活が実現できるかどうかわからない。病気になった時に医療保険がどれだけの給付をしてくれるかも将来は定かでない。今とは事情が大きく変わる可能性がある。その可能性についてかなり先まで分かることもあれば、かなり近々のことでもわからないことがたくさんある。わかる範囲で考え想定し、今よりどう備えるか。考えないで備えない人間は、不幸の道を歩く以外、不幸な後半の人生を送る以外ない。総じてバラ色の未来は今のところない。明るい予想はない。暗い予想が多すぎる。この間から私は将来を考え、明日を考え、今日生きようと言うたはず。